J リーグファンの皆さん、こんにちは。小村典生です。相手の得点も私自分たちの得点も全て自分が関わったという、その試合がもうベストゲームですね。自分がこう最初オウンゴールから、その後3点取って、まあ3対1で勝ったんですけど、まあ本当にディフェンダー登録の選手で初めて多分ハットトリックをした選手だと思いますし、まあ、僕はその優秀選手賞だとか、そういうタイトルに恵まれてない選手だったんですけど、まあ、何かこう自分の中で誇れるものができたなっていう、まあ、その時マークをついてたのが、まあ、今の長崎の高木監督で、まあ、会うたびにあの時マークしてたのは俺だよといつも言われます95年のチャンピオンシップでヴェルディと第2戦なんですけど、まあその試合、井原さんのゴールで1対0で勝つことができてチャンピオンになれたんですけど、井原さんが点取った後に、まあカズさんがこうスルーパスで抜けて、でまあ吉勝も抜いて無人のゴールにまあシュートしたんですけど、まあそこを僕がこうゴール前で、そのシュートをかき出して相手の1点を防いだというシーンが思い出に残っているシーンですね。このかき出した瞬間は、僕がこれでこの大会の MVP かなというふうには個人的には思ってましたけど、さすがにそれはなかったですね。やっぱりもうマリノスは優勝 しなきゃいけないチームではありましたので、そこでやっぱりこう、まあ、2年間優勝できなかったし、なんといってもやっぱりヴェルディとの戦いでしたから、で、まあ、この95年でやっとこう日本一のタイトルが取れたっていうのは、まあ、非常にこう嬉しかった出来事ですね。我々はもう試合勝ってて、でセレッソとフロンターレですね、でそのチームの動向というか次第で我々が優勝するかどうかっていうのが決まるところで、まあ、終わってずっとこう競技場で見ながら、フロンターレですね、がゴールを決めてくれて、で我々が優勝することができて、だからまあ本当に劇的だったんで、すごくやっぱりあれも記憶には残ってます。まあ、そういう選手と戦うっていうことで、まあ、自分自身も本当にレベルアップできたっていうのがすごく大きかったですし、やっぱり技術のレベルとかピッチ内でのプレーですよね、日本人にないオフ・ザ・ボールだったりオン・ザ・ボールだったりというところは本当に素晴らしいものを持ってましたから、そういう選手がいたから代表にもなれて、まあ、ワールドカップも経験することができたので、やっぱりこう選手が伸びるっていうのはやっぱり、どれだけレベルの高い環境の中でプレーできるかっていうのがまず多分一番近道じゃないかなと僕は思いますね。まあ、海外出ればいいってわけじゃなくて、日本で中でやっぱりレベルアップして、もっともっとタフな、レベルアップしたリーグになってほしいです。